天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。三方ヶ原で徳川軍を退けた武田軍は精神を再開。しかし京を目前にして信玄は病没する。信玄を欠いた武田家は織田信長に滅ぼされ、その信長もまた本能寺に果てると、東国は再び混乱に陥った。これを勢力拡大の好機と見て取った家康は、真田家の居城上田城に退去し攻め寄せる。この危機に真田軍は援軍を募った。現れたのは上杉家臣直江兼続、そして前田慶次率いる若者たちだった。幸村は若き勇者と共に徳川軍を迎え撃った。槍を手にかける、真田の存亡をかけて。第2話、上田城の戦い。もののふの意地貫くまで。お二人さん、待たせたね。状況は最悪。敵は天下に一番近い男の一人、徳川家康。で、これがこの城の息子、真田幸村。未来の天下人と戦おうって肝の据わった男さ。父へようこそ。激しき戦、望むところよ。私は戦が大嫌いだ。だが、戦は戦わねばならぬ。面白なやつだ。これが直江兼続。この絶望的な戦に上杉から好き好んで援軍に来た面白な御人さ。お二人は？俺は雑賀孫一。困ってるやつと女性の味方だ。こっちのは訳ありで身分は明かせないが、政宗って呼んでくれ。こんな戦に来るとは。バカだが臆病者ではないらしいな。バカではないわ、バカめ。俺は戦に前田刑事。あんたらにバカさじゃ負けてねえ。さーて、クサクサした気分をぶっ飛ばすにはうってつけの無謀な戦、バカども5人でひっくり返そうか。演数も戦況も我らの優勢。皆の者、勝利は近いつけ。徳川家康、何するの？我が家康、気力の神を、我に一生の差。みんな、どんどん暴れるか。さて、我が家康、矢を放つのは、いくぞ。今じゃ、敵を一気に押し返せ。敵は浮き足立っています。追撃しろ。魂に掴め。いやもう、全速
戦の部隊を中心まで引かせよ。敵の戦陣は崩れた。このまま徳川軍を押し返すぞ。総家の敵を意識しているのは予想か。痛みを残し忘れんな小僧ども。戦わねえ道を探すことを怠んじゃねえぞ。ようやった。この勢いで一発を撃て。魂に刻め。大きなら見事な奴だ。なるほど参考まで。この世の君はこの戦いが生まれた開門。守りを固めろ。白攻めの部隊が全滅だ。力はまさかこれほどとは。我が本師の槍にてあなたを止める。おはろう。その生き様すべてをもって我に挑め。ありがとう。投資を炎と燃えろ。投資の炎今こそ燃え上がれ。そなたらの投資この戦いをもしろ。進め。ここに示した。よくやってくれた。怪我はないか。全然楽勝です。ちょっと火傷しただけ。好きな右上されたのフェアに降伏しながら、モノノフとしての意地魂に刻め。これを曲げては
生きている意味がありませんから。バカめ、意地を通して。戦闘をかけた戦、負けるわけには。思い詰めるな、ユキラ。辛い時こそ笑っとけ。俺たちの力を信じろよ。徳川なんて楽勝だぜ。マサイチだ、ありがとうございます。金継ぐ殿、戦嫌いのあなたが何故。力で信州を援とする徳川のやり口は盗賊と同じ。上杉は悪行を見過ごさぬ。それを殿下に示すためだ。力、思い知らせてくれた。これから歩むべき道、この戦で掴んだ気がします。お二人さん、いい顔になったじゃねえか。我らが力を合わせればどんな困難も打ち破れる。ああ、俺たちは無敵の5人だ。モノノフの意地貫き通すのみ。